ローレンツ・クリストフ・ミツラー・フォン・コーロフは、ドイツの医師、歴史家、出版社、数学者、作曲家、ポーランド啓蒙時代の先駆者である。ミツラーは、ミッテル・フランケンのハイデンハイムに生まれた。父は、ハイデンハイム、アンスバッフ派校寮の宮廷で初期を務めていた、ヨハン・ゲオルク・ミツラー。母は、スイス、ザンクトガレン出身のバルバラ・シュトゥンプフだった。ミツラーに最初に、 音楽の手ほどきを行ったのは、オーバーシュルツバッハ出身の教育者である、エヌ・ミューラーであった。ミツラーは彼からフルートとバイオリンの指導を受けた。1724年から1730年に、かけては、アンスバッハのギムナジウムにおいて、後の1731年から1734年の、アイダ・ライプツヒのトーマス校の学長を務めることになる、ヨハン・マテアス・ゲスナーの下で学んだ。 1731年4月30日に、ライプツヒ大学に入学したミツラーはそこで進学を収めた。彼はゲスナーをはじめ、ヨハン・クリストフ・ゴッドシェイと、クリスティアン・ボルフの教えを仰いでいた。1733年12月に学士号、続く1734年に修士号を取得している。この時期、彼は作曲の勉強にも意欲を燃やしており、 ヨハン・ゼバスティアン・バッハとも接点を持っていた。ミツラーが記したところによると、バッハは敬意を持って、自らの良き友人であり、支援者と呼んでいたという。ミツラーは、法学と医学を学ぶべく1735年に、ビッテンベルクへと赴き、1736年に、ライプツヒへ帰ってきている。1737年の5月から音楽師とヨハン、マッテゾンの、ネウ イロフンとオーケストラに関する講義を開講し、過去150年にドイツの大学で音楽の講義を行った最初の人物となった。さらに1738年には月刊誌、ネウイロフンとムジカリッシェビブリオテックを刊行する。ミツラーはこのあたりの時期に音楽出版業を開始している。1747年には医学の博士号を得るべく、 エアフルト大学で学問を再開した。1743年に、ライプツヒを後にしたミツラーは、ポーランドに移り住み、生涯をそこで暮らすことになる。ミツラーでコーロフとして、コンスキーのマラホフスキー白爵家において、秘書、家庭教師、秘書、そして、宮廷数学科となった。ミツラーは、白爵からポーランド語を学ぶとともに、一緒になって、 ポーランドの歴史や文学を研究した。また、ミツラーは、医術を施すようになり、ポーランドをアウグスト3世の宮廷遺憾として、健康相談を行ったこともあった。宮廷遺憾となったことにより、ミツラーは、自然科学を研究する時間を持てるようになった。1754年には再度出版社を立ち上げている。 ミツラーは1755年にエアフルト科学アカデミーの会員に選出され、1768年にはシュラフタとなった。ザウスキ図書館と提携し、ミツラーはポーランドで初めてとなる定期科学誌、ウォーシャワービブリオテック、アクタリトレリア、ノベイ・ワイアドーマシコナムッチにあユーシソンの編集、出版に取り組んだ。1765年からはポーランドでは最初期の新聞、 モニトル紙を出版した。この新聞は1773年から1777年には、自らも編集に関わった、国王スタニスワフ・アウグスト・ポニャートフスキの指揮の下で、刊行されていた。1756年に出版社を創業したが、1768年には、事業主として泊まりながらも会社をワルシャワの軍主館学校へ譲渡している。ミツラーは、この出版社で、 学術版の歴史的文献、文学作品、軍師官学校のための教科書を出版していた。さらに、彼は書店も経営していた。ミツラーは、ポーランド市民の解放など、新たな思想を推し進めた。1743年以降、彼はポーランドにおけるクリスティアン・ボルフの哲学的、競技衝動の第一人者となっていった。ミツラーは1778年、 ワルシャーに没した。アマチュアの音楽家であったミツラーは、音楽理論に強い関心を持っており、厳格に、数学、哲学を基盤とする音楽の確立、及び音楽によって、自然を模倣することを提唱した。彼は、ラテン語で書かれたヨハン・ヨーゼフ・フックスの、グラディス・アド・パルナッスムをドイツ語へと翻訳し、この作曲法の手引き書きは、実践的な音楽と、 その作曲に関して我々が手にした同種の書物の中で最良の一冊であると書き記している。博学者であったミツラーの興味は音楽、数学、哲学、神学、法学、自然科学に及んだ。哲学分野ではボルフ、ライプニッツ、ゴッドシェートの思想から影響を受けた。ミツラーが1736年から1754年にかけて出版した。 ムジカリッシェ・ビブリオテックは、当時のドイツの音楽界を記録した重要な資料であり、1650年から出版年までの間に書かれた音楽に関する書籍の書評も掲載されている。ミツラー自身も、ボルフガング・プリンツ、レオン・ハルト・オイラー、ヨハン・アドルフ・シャイベ、ヨハン・ザンエル・シュレーター、マイン・ラート・シュピース、ゴッド・シェート、マッテゾンの著作について意見を掲載し、 論評を行っている。特に最後の二人が表した、クリティッシュ・ザイクト・カンスと、フォークマナ・カッペルメイスターについては詳しく書かれている。ミツラーの論説は詳細かつ公平で、現在のバロック音楽の研究者に資する、音楽学的文献となっている。ミツラー主催のサジーネット・デア・ミューザ・キャラス兼、ウィスンシャフトンに入会するために移植制作された、バッハの肖像が、 ミツラーは1738年に音楽科学文書交流協会を創設した。協会の目指すところは、音楽学者が理論的な論文を回覧できるようし、そうした論文に関して書簡のやり取りを通じた議論を促すことで、音楽科学を推し進めることであった。それらの論文の多くは、ムジカリッシェ・ビブリオテックに収められている。 この教会への入会要項を満足するために、バッハは1746年、1748年に、エリアス・ゴット・ロープ・ハウスマンに、有名な肖像画を移植し、オルガンのためのカノン風変装曲、高きお空より我は来たれり BWV769 を作曲することになった。会員は、最大20人であった。以下の人物が登録されていた。注釈出展。 ありがとうございます。